道船ケトルベルクラブの高橋理恵です。ケトルベルとは、この鉄球の塊に持ち手、ハンドルがついたものです。通常のダンベルよりも自由度が高く、楽しく飽きずにトレーニングすることができます。あなたもこのケトルベルで引き締まったお腹、上がったヒップ、垂れない胸、すっきりとした体を手に入れてください。1日10分頑張りましょう。皆さんこんにちは。ケトルベルトレーニング頑張ってますか？黒船ケトルベルクラブの高橋理恵です。今日はこのパッドバーンケトルベルを2つ使って行う種目を紹介します。これは2キロですね。ちょっとこれより重いのは大変になると思うので、まずは2キロでやってみましょう。まずは肩をほぐします。1、2、3、4、5、6、7、8、10、そして肩を回します。もう10回いきます。背中はまっすぐです。1、2、3、4、5、膝を前に出さずに7、8、9、10。次はハイプルといって、ここまでベルが来たらちょっと引きます。5、6、7、8、9、10。もう10回いきます。次はクリーンと言われる種目で、お腹を肘に置いたままシングルでここまで来たところでパッと手を開きます。これがクリーンです。待ってパッ3、4、5、6、7、8、9、10。次はクリーンした後、プレス上に差し上げます。1、体を大きく使いましょう。2、3、4、5、6、10回いきます。7、8、9、10。次はクリーンを右手と左交互で行います。このまま1、2、3、4、このように足の力を使って離れます。5、6、7、8、9、10。もう10回いきます。ここから膝を曲げて4です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。できましたか？次はシーソープレスといって、
互い違いにケトルベルを上げます。肩の種目です。1、2、下半身の力使っていいですよ。5、6、7、8、9、10、ちょっと肩がパンパンになってきたと思うんですが頑張ってください。次は肩の間で振って横に行きます。これ膝を自由に使ってください。ローイングを行います。このまま順番におへそに向かってケトルベルを引きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、次はアームカールです。ちょっと重くてゆっくりできないという人はこれも膝の力を使って構いません。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これをちょっと早くやってみましょう。体がポカポカになっていくと思います。次はスクワットを行います。このまま手でも下げます。お腹は肘で、このままスクワットします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、次はスクワットなのですが最初に手を上げておきます。そしてスクワットするときに手を曲げます。こうです。2、3、4、足を伸ばして5、6、7、8、9、10。次はウィントミルという種目になります。右手をまっすぐ上げて左手はグラウン、このまま左手の重さで前にお辞儀します。ここです。で下についたら差し上げます。真横に倒すというのを前にお辞儀します。2、3、4、5、ちょっと手が辛いなと思ったら一つは置いて構いません。そのまま手を上げて6、手を見ましょう。7、8、9、10、反対です。手を上げて1、2、3、4、5、こうやってやってみましょう。手を上げて6、7、8、9、10。次はランジをしながらプッシュプレスします。片足ずつを前に出してプッシュプレスです。
8910。次はスクワットしながら前にスイング感じに行います。頑張りましょう。